はい、こんにちは、ジェントフィットネスの元気です。いつもご視聴ありがとうございます。久しぶりに今日はワンダーライフさんにお越し、来ています。もう減量の時にはね、すごいお世話になって、中山さんありがとうございました。またちょっと今日も来させていただいてます。そしてちょっとね、トレーニング動画僕出すの久しぶりなんですけど、なんと久しぶりのコラボでございます。さあ誰か、この方です。登場してもらいましょう。どうぞ。来た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 、レッツゴーレッツゴー。はい、北村さんです。北村です、よろしくお願いします。レッツゴー北村さんです。初コラボということで、北村さん考えてみたら初のコラボなんですね。意外と僕も YouTube 再スタートしたんで、そうですね、再スタート、最初の一発目のトレーニング動画が元気さんとコラボ、コラボでは元気さんと、確かにそうですね。はい、今は状態的には減量初期みたいな、そうですね、プチですね、プチ、はい、プチ減量中ということで、はい、ちょっとプチなんで、まあ、ちょっと期間出てるかなと思うんですけど、すごいね、やっぱり北村さん、やっぱカーフもでかいっすね。カーフ、そうです、カーフ鍛えてるんですよ。すごいっすね、カーフとやっぱ二頭もすごいっすもんね。カーフとバイセプス、はい、すげえな北村さん。今日は、はい、腕、あ、なんとということで、元気さんも得意ですよね、腕。まあ得意というかやっぱり苦手だったんで、やっぱ大きくしなきゃいけない部位ということで、はい、この2年間は取り組んできました。ただやっぱりちょっと立体感がやっぱ弱いんで、なるほど、そこをまずはちょっと太くボンとさせるところでここ2年フォーカスしてたんで、まあ立体感ちょっと、まあ二頭はちょっとサイドもあると思うんですけど、確かに付着部と、うん、はい、ですよね、長さとか違いますね。そうだから筋腹も、まあ、あるじゃないですか、ね、だからそこは、まあ、2頭とちょっと3頭、はい、今日できればなと思いますんで、ぜひとも2、3で、じゃあそれでは早速 OK です、やっていきましょうか。お願いします。レッツゴー。これはやりたかったな一緒に。はい、じゃあ1種目目が北村さんのアームカールというかバイセプスの種目、そうです。プリーチャー台を使ってのワンハンドでのアームカール。僕は狙いあります。狙いは、まあ、収縮した時にここなるべく潰せるようにして、なるほど、下に下ろした時にゼロだとちょっと一気に負担かかるんで、998ぐらい、伸ばしきる一歩手前ぐらいで、はい、でダンベルがここ真ん中持っちゃうと疲れてくると、ここ、こうなる、ああ確かに確かに確かに、だから自分はもう寄せ外線、はい、寄せて外線、はい、こっち側にしてこの外側をつけたい、はい、ちょうど、あ、まあ、はいはい、こっち効くんですけど、はい、僕はこれで持って、なるほどね、このピーク作ってるってことですか、じゃあこれでね、ピーク作りです、はい、うん、こっち側の、なるほど、でちょっと内に寄せて持って、まあ海外じゃなくてこの、あ、そうです、海外、はい、海外意識でやっていくということで、はい、3セットで12回できるギリギリの重さでやっていきたいなと思ってます。わかりました、じゃあやっていきましょう。9、いいっすね、10、左強い、1、ラスト、ナイス、効いてます効いてます、たぶん次2セット目いくんですけど、はい、おそらく12回できないんで、はい、このワンハンドにするメリットとして、はい、自分で補助できるっていう、はい、いや、なるほどね、それはちょっと入れておきますね、はい、はい、2種目目、はい、2種目目はちょっと今日すごい悩んだんですけど、はい、インクラインアームカールにしようかと思う、インクラインアームカールにしてこの上腕この二頭の上、はいはいはい、狙おうかと思ったんですけど、結構肩にストレスが来ちゃうんで、あ、ストレッチ、あえてシートの状態でストレッチあんまかけずに、
そうですね、ストレッチあんまりかけず、うん、まあ、かかってるけどここぐらいまで、うん、上メインで、でもう効いちゃってるんで、さっきのセットで上でグッてやるのも多分できないと思うんで、はい、グッてイメージで多分そんな感じになっちゃうと思うんですね、はいはいはい、よっしゃ、行きましょうか、来てもらっさ、はい、僕が、おすすめの二頭筋の種目、ちょっと今日がこの2種類を元気さんとはでやったということで、はい、次元気さんのバトンタッチで OK です、はい、です、はい、それケーブルアームカールですね、はい、僕いつもバーベルアームカール80ぐらいでやって、はい、でインクラインのカール結構反動をつけて、まあ、20とか24でやって、はい、22か、はい、で最後これですね、ケーブル、そうなんです、はい、だからダイナミックな種目で壊しといて、そうそう、だから最後最後収縮ストレッチしやすく、はい、丁寧な感じで、僕そんな腕2頭強くないんで、どっちかというと3頭派ですの方が強いんで、はい、で肩も強いんで、はい、やっぱりスタンディングでやると肩使っちゃうんですよね、こう挙上して使っちゃうんで、だから、まあ、寝てブレをなくして体の、でもなるべく腕だけで2頭だけで行くような意識でやってますね、でもこれ内側持って、はい、で寝るじゃないですか、はい、当たっちゃうかな、これ持つところは自由です、内側、内側なんですか、はい、あえて内側、そうですね、てっきりこうじゃなくて、はい、こうやっぱこう外持つと体も開いて、あ、肩も上がりやすくなるんで、なるほど、より二頭に効かすために内側に持つと、はい、で肘も前にお腹の、はい、さあ立ち締めて、はい、そしたら最後、はい、もう二頭だいぶパンパンなんで、はい、上腕筋ですよね、外、こっちに逃がしましょうか、なるほど、完全にチャンスタイムですね、はい、でこれももう寝ながらリバースカール、はい、で今度は持ち方広めで、そしたら二頭はこれで終わりですね、あ、はい、はい、僕のね、はい、これは Hey guys! This is 勝谷北村、 Hey guys! This is 元気大橋、 Let's go! はい、北村さん、お疲れ様すぎです、お疲れ様でございます、ということでワンダーライフさんの締めのこのプロテインというのを飲んで、はい、ワンダーライフさんを楽しむ、なるほど、どうでした、初のワンダーライフさんで、まあ、初ボートルでしたけど、はい、いやもうまず元気さんと念願の初トレだったので、あと事務所でもトークできたんで、 そうですね、はい、それがまず嬉しかったのと、はい、で一緒にワンダーライフで今日は腕の日、はい、もう結構8種目やりましたので、やりましたね、昨日夢の中で部位勝手に決めてましたから腕ってで、僕会話してないんですよ腕って、そうそうそう、なぜか腕だと思って
あの全身筋肉痛なんですけど腕だけの残してきたら心通じ合ってましたね。やばいっすねマジで。僕は金曜日腕の日だったんで、はい、まあ、北村さんちょっと腕やってもらおうかなと思って、はい、ちょっと腕だまさかのかったルーティンかぶりの乾杯乾杯美味しいんでマジで。え、マジでどうすか。え、マジでえ、これクソうまいんですけど。美味しいですか。うめえですよね。え、なかなか減量中薄味ばっかじゃないですか、うん、めちゃくちゃうまいんですか。だからすんごい美味しいです。こういう風にゆったりできるんですよワンダーライフさんは。ワンダーライフさんのこの、このなんつうの、独特な空気感とあと下にはがっつり設備が整ってるので、はい、うん、いいっすよね。いいですね。すごくいいと、すごく映えるし、北村さんのこの絞れ具合がもうめちゃくちゃ映えますから。まあ今日であこんなとこ絞れてるとか あんなとこ削れ新たな発見ありました、はい、ありました、ありました。なるほど。いやでも本当僕もすごい嬉しかったんで、はい、またやりましょう。お願いします、本当に、はい、超じゃあもろいんで最後 See you let's go でやりましょうか。 See you let's go。 おーすごい。じゃあ皆さんまた次の動画でお会いしましょう。 See you let's go Let's go